こんにちは、戸田悟です。今回はロジクールからですね、メカニカルキーボードを3種類、同じ製品、軸の違い、打ち心地の違いですね、3種類借りてみましたので、何が違うかっていうのを詳しくレビューしていきましょう。メカニカルキーボード好き、もしくはね、メカニカルキーボードの軸の違いって何っていう方は、ぜひご覧ください。今回は以前もレビューしましたロジクールのですね、MX メカニカルを3製品借りてみました。なんで3つも借りたのよっていう話なんですが、このね MX メカニカルって、まあ名前を見てわかる通りメカニカルキーボードなんですよ。でメカニカルキーボードの、まあ、選ぶ楽しさというかポイントが実はね、このタイプ感にあるこの軸っていうのがあるんですね。でその軸によってタイプ感が変わるんですよ。でそのね選び方の楽しさもしくは違いをですね今回紹介しようと思いまして、これ全部ね軸が実はもう製品は全く一緒なんです。内部構造の軸だけが違う3モデルを借りてみました。ちなみにこのメカニカルキーボードはこれミニっていうタイプね、この点キーとかがないこのミニっていうタイプもあるんですが、今回は点キーのついたフルサイズを借りています。はい、でこちらにですね実は箱全く一緒なんですが、こちらにその軸の違いが書いてあるんですね。でこちらがメカニカルタイピングタクタイルクワイエット、これまあ茶軸のことなんですよ。なぜか茶軸って書いてないんですけど、でこちらはねメカニカルタイピングクリッキー青軸書いてありますよね。でこちらはメカニカルタイピングリニア赤軸って書いてありますよね。なんだかさっぱりわからないじゃないですか。で今回ねこれをちょっと深掘りしていきたいなと思います。はい、今キーボード2つ並べてみました。下が今回の主役の MX メカニカルなんですが、これ上がですねまあフィルコのですね昔からあるメカニカルキーボードなんですね。でこれ何が違うかっていうとこのキートップの薄さなんですよ。昔はメカニカルキーボードっていうともうこのタイプしかなかったんですね。で最近このロジクールが MX メカニカルでこの薄型なのにメカニカルを出してきたんですね。でまあどちらがいいかははっきり言って好みです。このタイプがいい人もいればこのタイプがいい人もいます。で僕はもう絶対的にこちら派だったんですね昔。でも最近若干こっちもいいかなと思い始めてるんですけれども、実はですねこれノートパソコンのキーボードってこんな感じなんですよ。これバイオ Z なんですけど、これぐらいもう薄いキーボードが多くなってるんですね。なので薄いキーボード 1.5 ミリストロークとか 1.7 ミリストロークの薄いキーボードを打ち慣れてる人は、まあ、こういうキーボードが好きって方もいらっしゃるんですよ。まあ、本来タイピングしやすいのは僕はこのねストロークの深いこのキートップも高いこのキーボードだと信じて疑ってません。ただそれはねもうもちろん好みの問題なので、こっちが好きな方もいればこっちが好きな方もいらっしゃって、まあそれはねどちらでもいいと思います。ただ選択肢としてこの薄型でもメカニカルキーボード打ちやすいメカニカルキーボードが登場したというのが、まあ最大のね特徴と言えると思います。はい、で今ですねこれ軸の違いをちょっとね実はキーの隙間から見えるんですよ。一番上が青軸、その下が茶軸、一番下が青軸になってますね。これが軸なんですね。それではキートップ1個外してみますね。はい、これがですね今青軸なわけです。ここのね色が違うので軸が違うというか、その色の違いは軸の違いを示しているわけで、色の違いが実は重要なのではなくて、軸が違うと打ち心地が違うっていうのが重要なポイントです。でメカニカルキーボードを選ぶ楽しさでもあるわけです。今上からですねこれ軸の違いでね赤軸茶軸青軸を置いてるんですね。でメーカーのウェブページを見ると、赤軸リニア中断のないキーストロークと最小のスプリング力を提供するメカニカルキースイッチうんぬんと書いてあるわけです。で茶軸はね満足のいく触知性が感じられるメカニカルキースイッチ、正確なフィードバックと反応性キーリセットを実現しうんぬんと書いてあるわけです。で青軸は毎回のキーストローク時に満足のいく可調クリック音とタクタイルフィードバック音と書いてあるわけです。はっきり言ってよくわからない、ね、見てもねさっぱりわからない方が多いと思います。もちろんねメカニカルキーボードに詳しい方は逆に読まなくてもわかると思うんですけど、で何書いてあるのかさっぱりわからないので、ちょっとねこれを詳しくチェックしていきたいなと思います。今ですね僕のピンマイクをもうキーから5センチくらいのところにわざと置いてキーボードの音をねちょっとチェックしていただきたいと思うんですけれども、まずねこれ青軸置いてます。青軸の音こんな感じなんですね。ではそれを今度茶軸に変えてみますね。茶軸の音、なんか同じように思う方いらっしゃると思うんですが、よく聞き比べていただくとだいぶ違うんですよ。いいですか。まず青軸なんですが、早く押すとこんなんですが、ゆっくり押してみますね。こうカチッって言うじゃないですか。これがですね
はい、いわゆるクリック音ということですね。マウスをクリックするとカチカチ言うじゃないですか。そのクリック音があるわけです。でこれをね茶軸に戻してみます。すると茶軸はゆっくり押すとクリック音ないんですよ。全然違いますよね。これがまず一つのポイントで、茶軸はとにかく静かなんです。で赤軸は青軸はこのクリック音がするわけですね。でじゃあ赤軸はどうなのっていうことで、ちょっと赤軸を置いてみますね。これは赤軸です。赤軸もねカチッっていうクリック音はしないんですよ。はい、これが青軸と赤軸茶軸の違いなんです。でじゃあ青軸はクリック音がするの分かりましたよね。じゃあ赤と茶はどう違うのって話なんですが、これ赤です。この一番下に行った時にカチカチする音が結構すると思うんですが、茶軸はどうなのかっていうとですね、実はカチカチする音が静かなんですよ。突き当たりの音が静かなんです。つまり茶軸は全体的にすごく静かで、赤軸はちょっとうるさいで、青軸はカチカチ言うって感じなんですね。ちょっとすごく叩いてみましょうか。普通に入力するように。これは茶軸です。はい、では続いて赤軸です。こっちの方がちょっとうるさいと思います。茶軸よりも差はそんなにないんですが、実はちょっと離れて聞くと赤軸は結構うるさいなと思うと思います。茶軸ももちろん静音キーボードに比べればかなりうるさいです。それでもこのメカニカル、この3台の中では一番静かです。それでは青軸ねちょっと叩いてみますね。全然違いますよね。なんかカチカチ音がすごく入りますよね。はい、これがまず音の違いです。続いて音ではなくて感触の話をしたいと思います。で今こちらね青軸を置いてるんですけれども、青軸の場合はさっきお話したようにクリック音があるじゃないですか。なので僕は打っていてもこうね押した時に、まあ感触としてクリック音の音と、それか 手の感触として入力したなっていう信号がすごく返ってくるんですよ。だからメカニカルキーボードとしては実は一番うるさいですけど、これがですね最もこう分かりやすく、その叩いてる感があるというか、浅くね、下まで下げ切らなくても浅く打っても入ったなって、文字が打てたな、入力信号いったなっていう感じがなんとなくこう伝わってくるんですよ。なのでとにかくね超高速でタイピングする人は青軸がいいと思います。もちろん音は好みなんでそこはそこ選んでいただきたいんですけども、で続いてねこの赤軸で、こちらは突き当たりまでガンガン叩いて、ちょっと強めのねタイピングでこの打った感を得たい人にはこの赤軸、ちょっとこちらもうるさいですけども、この赤軸がいいと思います。これは僕の選び方ですよ。僕の感覚としての選び方ですね。で茶軸はどうなのよっていうと、ぶっちゃけ僕は、はい、この茶軸はメカニカルキーボードとしては物足りないんですよ。音がね好きなんじゃなくて、打った感がやっぱりね、音が少ないと打った感が少ないんですよね、タイピングした感触ね。でこれはなぜかっていうと、やっぱりね音で打ったぞっていう感触を自分で得てると思うんです。ただ他の静音キーボードに比べればもちろんねその感触は強いんですが、ただメカニカルってこの硬さとカチカチしたそのテキパキ感が他のキーボードと全然違うんです。そこは茶軸もちゃんとあります。ですからこの中でどれを選ぶのっていうのは、実はね自分だけでは決められないというか、周りに人がいてうるさい場合はもう茶軸にせざるを得ないと思うんですよ。あと自分で打っていてキーの音が嫌って方もいらっしゃると思うんですね。そういう方はもう茶軸でいいと思うんですが、音気にしないという方であれば、強めにねヘビーにタイピングする人は、まあ赤軸、僕は赤軸派です実は。で浅めのタイピングで高速にさーっとタイピングしていく方はこの青軸、クリッキーなね、感じの青軸、これね青軸を選ぶといいのではないかなと思います。今回は MX メカニカルのね3種類の軸の違いを紹介していきました。まあ、皆さんもね店頭でもし試せる機会があればね、ぜひその打ち心地試していただきたいんですが、なかなかね店頭に行く機会も少ないですし、この動画で把握していただければなという形で今回は撮らせていただきました。まあ、軸の違いをね選ぶのもメカニカルキーボードを使う楽しさの一つなので、ぜひね自分に合ったメカニカルキーボードを選んでいただきたいなと思います。この MX メカニカル自体の機能性能とかですね、使いやすいアプリに関しては以前レビューしておりますので、そちらは概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければねぜひそちらを見ていただければと思います。
この MX メカニカル自体のレビューはですね、もうすでにしてますので、この後ですね、その以前したレビューの動画を、続けてね、お届けしますので、まだ見てない方はこのまま引き続きご覧ください。もう見たのよという方はですね、まあ、終了していただいてもいいかなと思います。あえて全部キーで埋めることによって、ちょっとこうね、モダンなデザインにしてるような感じがします。吸い付くような感触の上に、この素材の樹脂の質感がすごく良くて、指の位置が非常によく決まります。パチッと決まります。こんにちは、戸田悟です。今回はロジクールからついに登場しましたメカニカルキーボードを取り上げていきたいと思います。まあね、メカニカルって音がうるさいですけど打ち心地いいじゃないですか。でもね、一般的に似たモデルが多いですよね。ロジクールらしさどこにあんのと思ったらしっかりありましたよ、ということで詳しく紹介していきましょう。はい、今回はですね、もうむちゃくちゃたくさんリクエストをいただきましたロジクール初のメカニカルキーボードですね、 MX メカニカルミニをレビューしていきたいと思います。サイズはMX メカニカルが点キーのついたタイプで、今回紹介するのはメカニカルミニで小さい点キーのないタイプとなってます。で、価格は、はい、ミニの方で 18,700円です。で、ここに小さくですね、今赤軸って出てますけど、軸が赤茶青とあります。値段はどれでも一緒です。はい、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、一応ロジクールの説明では、タクタイルクワイエットが茶軸で、リニアが赤軸、クリッキーが青軸、よりカチカチしたのがクリッキーかな。で、リニアっていうのがまあメカニカルの中では普通っぽい感じで、タクタイルクワイエット多分、優しくて静か、そんな感じじゃないかなと思いますけれども、ちょっとそこはですね、皆さんも好みがあると思うんですよね。はい、で、ちなみにロジクールのウェブページを見ると、それぞれ のタイプ音が出てますので、はい、もしあれでしたらそれを見ていただければと、聞いていただければと思いますけれども、はい、静かなのは茶軸ということです。はい、では早速中を紹介していきましょう。で、中に入っているものもちろん本体ですね。それからロジボルト、最近はこれがね、主流になってきてますけれども、ロジボルトの USB レシーバー、はい、それから充電用のケーブルとなっています。はい、で、まあ、パッと見てわかると思うんですけど、非常にいいミニマムなデザインになってますよね。最近キーボードこういう風にですね、あまりこう無駄のない、ノイズのないデザイン、キーばっかりっていうデザインが、まあ、多くなってきています。はい、で、この製品は見ていただいてもわかるように、この製品は電池を入れるカバーがないですよね。はい、ということで、もちろんこのケーブルを使ってタイプ C で、充電できる充電式となってます。で、ここにスイッチがありますね。はい、で、こうやってスタンドを立てると、はい、角度がつくように設計されています。僕は角度付きが大好きです。ただ、角度があんまりついてない方が好きな方は、こういった形で使っていただく。角度付きが好きな方は、足を立ててこうやって使う感じなんですけど、この足を立てた感じもパチッと決まるんですよ。これがね、とっても素敵です。で、このね、MX シリーズ、ここにも MX メカニカルミニって書いてありますけど、このね、プレートからして高級です。MX シリーズはマウスにもあったり、他のキーボードもありますけど、ロジクールの高級モデルなんですよ。上位モデルに MX という名前がついてます。はい。なので、はい、全体を見てもね、質感も非常によく、高級感が漂っていると思います。はい。デザインを見ていただきたいんですが、同じように見えるんですけども、実はこの辺とこの辺、キーの色が違うんですよ。濃いグレー、もっと濃いグレーという形の2色でキーが色分けされてます。で、さらに、キーの大きさがみんなこれ一緒、まあ、もちろん周辺キーは違いますけれども、みんな一緒でですね、すごいなんか、考えられたデザインだなと思います。個人的にはね、矢印キー下がっていたりするのが好きなんですが、あえて全部キーで埋めることによって、ちょっとこうね、モダンなデザインにしてるような感じがします。好きな方も多いのではないでしょうか。はい、はい、で、ちょっとキー1個外してみますね。はい、ということで赤軸が出てきました。はい、まあ、当たり前ですけど、ね、赤軸のモデルをレビューしているので当たり前で、これで違う色が出てきちゃ困るんですが、はい、ちゃんと赤軸であることが分かります。はい、ではちょっと今度は充電をしてみましょう。では充電をしてみましょう。はい、まあ、充電器はですね、そんなに出力なくてもいいと思うんですけども、今ここにね、綺麗なライトがホワンホワンという形でついてますけれども、はい、これ充電を示しています。はい、一般的なスマホ向けの充電器で OK だと思います。はい、付属のケーブル、タイプ C、タイプ A で充電してますが、タイプ C、タイプ C ケーブルでも充電は可能だと思います。はい、で、フル充電後15日間使える。で、ただバックライトをオフにすると10ヶ月使えるというふうにしてます。まあ、語る口通りは使えないものですけれども、利用頻度によりますよね。ヘビーに使っても、まあ10日以上バックライトを消しとけば、
ヘビーに使ってももう8ヶ月とか使えるのではないでしょうか。ではですね、ちょっとスイッチを入れますね。はい、今スイッチを入れました。するともうこれ点滅しますけれども、これ Bluetooth ですね。今 Bluetooth で1台目のペアリングの点滅してます。 1,2,3 と3台切り替えて使えるのがポイントですね。では早速パソコンと Bluetooth でまずは接続してみます。Windows 11のペアリングやりやすいですよね。もう電源入れただけでこのポップアップが出てきたんで、はい、そこに接続すればいけるんですけど、とボケボケしてる間に接続消えちゃいましたが、その場合で Bluetooth のメニューを開いて、 Bluetooth のメニューからデバイスの追加で、はい、はい、キーボードですね、はい、追加します。はい、でここに数字が出てきますから、その数字をキーボードで入力してあげれば OK と。648005で最後にエンターを押します。はい、これで接続できました。はい、で今ですね、これバックライト綺麗に光ってると思いますけれども、文字がですねちゃんと透過になっていて、文字自体が光る形、非常に綺麗ですよね。さすが MX シリーズという感じで、これ見てるだけで欲しくなる方も多いのではないでしょうか。はい、それでタイピングしてみます。はい、今タイピングしてみましたけれども、非常に打ちやすいです。ただ音はちょっとうるさいです。キレのあるタイピングが好みの方にはメカニカルキーボード向くと思います。はい、でちょっと細かいデザインとか感触の話をしたいと思います。で今ですねタイピングしてみたんですが、このキー一個一個の形がですね、ちょっとくぼんでいて指に吸い付くような感触の上に、この素材の樹脂の質感がすごく良くて、指の位置が非常によく決まります。パチッと決まります。でこのですね、つや消し具合みたいな感じがとってもいいんですよ。でちょっと他のメカニカルキーボードと比べてみましょう。はい、でこちら側はですね、僕が愛用しているフィルコのメカニカルキーボード、最近ちょっとねあんまり使ってないんですが、ずっと長く使っている製品ですね。でこちらは茶軸ですなんですけども、まず見てわかるようにメカニカルキーボードってこういうタイプが多くて、キー一個一個がこう高さがありますよね。山のようにレンガみたいな形してますよね。ただこのロジクールのこの新しいキーボードはキートップ薄いんですよ。なので全体がすごくコンパクトでスリムな感じの印象を受けます。こっちはなんかボリューミーですよね。でただ打った感じは、はい、この高さがあるタイプじゃなくてもこちらでもストロークはねちょっと浅いと思うんですけれども、非常に打ちやすくできてます。だから単純にメカニカルキーボードっていうとこのキーを使ってる製品多いんですけど、さすがロジクール、キーの形から全部変えてきたメカニカルを今回リリースしたなというふうに僕はちょっと感じて、若干感激した次第です。この従来のメカニカルキーボードとはやっぱり一線を画しますね。でこのキートップに指が当たる感じがとってもいいんですよ。このなんか陶器のようなキメの細かい感じがとってもいいです。では続いてですね、ちょっと iPad とペアリングをしてみたいと思います。はい、FN と F2 を、はい、F2 の長押しでいけますね。はい、点滅しました。これでペアリングの待機になりますから、はい、これで iPad に、iPad の Bluetooth で、はい、MX メカニカル M と出ましたから、これでペアリングします。はい、で、ここでまたですね、キーを入力してくれと出ますので、その数字を打ちます。584247247で、Enter と。これで接続できます。はい、でこれで iPad と接続できました。で iPad には実はカタログでは対応している形になってないと思いますが、実際には入力をしてみると、はい、普通にある程度使えます。はい、こんな形で使えます。ただやっぱりアットマークのキーの位置を押してもアットマーク出なかったりするんですよ。これ数字の2とシフト A出たりするので、まあ、慣れてる方は全然 iPad でも問題なく使えると思うんですが、カタログにはね多分 iPad とか iOS って出てないと思います。はい、まあ、実際には Bluetooth ですから使えてしまうという形になります。機器の切り替えやってみましょう。今ですねパソコンに入力できてますね。はい、で F2 キーを押すと、はい、iPad にペアリングが切り替わります。今変わりました。で iPad で入力できます。でまたじゃあ F1 押してちょっと待ってるとパソコンに切り替わるので、またパソコンに入力できる。こんな感じでキーを押すだけで3台のデバイスを切り替えて使えるので、例えば Mac と Windows とかね、iPad、正式には対応してませんけれども、まあ、こんな使い方もできるというわけです。
今回使ってませんが、このレシーバーを専用の、ね、レシーバーを使っても接続できます。ただそろそろね、これ レシーバー前のレシーバーから変わったんですよ、ロジボルトに。だったらもうタイプ C のレシーバーにしてほしいなという気が個人的にはしますけれども、はい。でこれどういう時に便利かというと、デスクトップの BIOS の設定とか Bluetooth 使えないんですよ。なのでそんな時にはレシーバーが活躍するというわけです。はい、ということでロジクール初のですね、メカニカルキーボードをレビューしてまいりましたけれども、まあね、非常にデザイン含め打ち心地含めなかなかいい製品だなというふうに思いました。充電式もいいですよね。でただ個人的にはまず価格がちょっと高い気がします。1万8000円超えてるので、メカニカルキーボードってまあね、でもロジクールの MX シリーズですからね、値段高くてもね致し方ないんですけれども、まあ、もう一声安くなるといいかなとは思いました。1万8000円はねちょっと負担がありますね。ということで今回75点つけました。80点以下だったのはやっぱり一重に価格です。はい、希望としては1万4500円ぐらいだったら82、3点つけられたのではないかなと思っております。以上、ロジクールのメカニカルキーボード3モデル紹介しました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またですね、メンバーシップもスタートしております。こちらのメンバーシップに加入していただくと、限定の動画とかね、ライブ配信も行っておりますし、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。この戸田悟ファンクラブでは毎月ですね、レビューした製品の中から、一部ですね、パソコンとかキーボードとか充電器、モバイルバッテリー、まあ月によって変わりますけれども、プレゼントしておりますので、ふるってご参加ください。お待ちしております。さらにですね、ビジネスチャンネルとクロームブックチャンネルも配信しておりますので、ぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。